こんにちは、花里山さん。ちょっと引っ張りますけども、過程と結果の話ですよね。まあ私はプロフェッショナルなんで、結果がなければ何も言うことはないと思ってます。もちろん他者に対してそれを追っかぶせるつもりはありません。結果を出すこと、それ以外に人生を切り開く道はないと思うんですよね。で、前もお話しましたけども、不幸にして結果が思わしく出なかった場合、過程をものすごくね、大事にします。その過程ってのがどこまで積み上がって、そしてどこから壊れたから結果に結びつかなかったかなっていう原因になるからなんですよ。だからこの過程をね、しっかりと残る形で、まさにインターネットを使ってね、残る形で記録しておくってことが非常に重要だと思いますよね。少なくとも結果は出なかったけども過程が良かったからいいんだっていうふうな自己肯定感に入ってしまえば、これ何の進歩もないんですよ。でもおそらく日本の教育の過程で、その日本の教育の過程ですね、家庭の話で家庭入っちゃうとややこしいんですけども、小学校や中学校もしくは高校とかでね、結果は出なかったけどもでも頑張れたじゃんみたいなね、慰めがあるんですよ。これがですね、あ、頑張れば結果が出なくても褒められるんだ、慰められるんだっていう風な安心感になってしまい、ある一定のレベルでは人を救うんですけども、大幅なレベルでね、人の成長を阻害するんではないかなって感じてますね。まあ、ですんで、もうどうしてもね、自分の人生をつかみたいなら結果の積み重ねでしかない。これはね、動かしがたいことだと思います。結果も出てないのに、要するに勝てもしないのに主張するチャンスっていうのはなかなかないんですよ。これは本当にね、厳しい話ですけどもね。でも過程をしっかりと大事にしていれば、なんで結果が出なかったかというこの分析ができるんですよね。この分析が次のトライにものすごく生きるんじゃないかなと思っております。まあスポーツでもそうですしね、それから他の文化、芸術活動でも同じだと思います。結果は一歩一歩近づいて、まあ、手に取れるということかなと思いますよね。まあ、その中でね、私ね、この友情という件でですね、今回かぶせていこうと思うんですけども、私の速稼塾ってのは言ってみれば赤の他人が買ってくれて、買ってくれたからこそ人間関係がどん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 濃くなっていくという、そういうふうな商品です、ね。まあ、オンラインサロンというのもありますけども、はっきり言ってオンラインサロンを運営している方とオンラインサロンに参加している方、オンラインサロンの運営者は参加したいんですって言った人のことをほとんど分かんない状態だと思います。誰ですかあなたはみたいな感じだと思いますね。で、オンラインサロンに参加する人っていうのはどちらかというと発信者のことを、参加するそのコミュニティの運営者のことをずっと見といて、そしてよしと思って入るわけなんですよね。で、この関係があります。じゃあですね、人生をかなり共に過ごしてきた友人、まあ親友と言ってもいい、そういった長い友人がですね、自分の速稼塾の存在を知っていて、あ、結構いい塾じゃんっていう評価までしといて、あ、じゃあ入ってよって言って、いや金がないんだよねみたいな感じで入らない、これは何なんだろうと思いますね。私はね、こういった友人は、まあ、ちょっといなくなるんではないかなと思いますね。積極的に切ることまでいかないんですけども、結局はこういうことなんですよ。お店を出す時とか会社を作った時に、自分の友人たちは、お、頑張れよ、応援するぜとは言いますけども、あ、じゃあ応援してくれるんだったらうちの商品買ってよねって言った時に、買わないばかりか、買うにしても値切ったりするわけですよ。友達価格でお願いしますとかね。いや、ふざけんなと。友達になったら、友達とお前が言うんだったら、なんで俺の会社の利益に阻害するようなことするんだと、値引きなんてするなよと、割増で払えよって話ですよね。友人なら、いや、お前友達から金取んのかよって言いますけども、お前友達の俺に金払えねえのかよって話ですよね。お前との関係よりも随分薄い人でもお金はちゃんと払うよ、お金払った上で評価するよ、お前金も払わずに俺の塾にも入らずに、あ、結構いい塾じゃんとかね、なんだそりゃと、お前だから俺の塾の何が分かってんだよって話になるんですよね。もうちょっとね、言ってみればね、あ、すごいいい塾ですねみたいな感じで近づいてきたね、お前面白いこといいじゃないか、俺の塾に入りもしないでなんで俺の塾がいいとか悪いとか言えるんだよみたいな、すごみますねほとんど押し売りですけどもねまあでもね、本当にね、そういうことだと思いますよ。分からないんだったら分からない、分かりたいんだったら入る、これ以外ないと思うんですよ。でもね、口先三寸で甘いこと言ってご機嫌取っといて結局商品買わないって、これは何なんだろうと思いますね。そういうことが、たまにあるんですよね。まあ結果的には自由なんですけども、なんかこう、まあやっぱりね、
人との関係を濃くするにはお金の流通をしたのが早いだろうなと思いますね。やっぱ私は自分の大好きな人、大好きな商品、大好きな提案、これはなるべく乗りたいと思ってますし、お金をね流通させるべきだと思うんですよ。その上で払う価値がないものにはずっと払わないっていうね、プロですから。私はそういうふうなスタンスを貫き通して、あれ他の方は買ってくれる、ちょっとさっきと相反することになっちゃいますけど、他の人は買ってくれるんだけども、久保さんほどの人が買わないってことは俺の商品ちょっともう一回作り直さないといけないなとかっていうふうな機会になると思うんですよね。でどうやったら買ってくれますかっていうふうな質問も来ると嬉しいですよね。これは申し訳ないけども買う見込みがないよと。なぜならビジネス競争するんだったらどっちの売り上げが大きいかなってくるじゃん、まずは。だからちょっと少なくとも自分がマスターしてる商品を買うことはないかなっていうふうに思いますね。まあでもじゃあ久保さん向けの商品作りましたみたいなねのがあったら、これ大いに買いますね。お金がないわけじゃないし、私も誰かにお金を払って日々何かを買ってますからね。その中で久保哲郎をものすごくね知っててくれてる方、久保哲郎の何があったらもっと良くなるかってことをちゃんと考えてくれる方の商品はやっぱり買ってしまうんじゃないかなと思いますね。これはね一部偉そうに聞こえるかもしれませんけども、そのままお客さんの心理なんですよ。全てのお客さんは自分の困ったを解決してくれる人をこの世界中の中からね選択してるんですよね。その中に誰を選ぶかってことなんですよ。でもともとすでに信頼関係があった友人、家族、こういったものが一番に候補に上がるはずなのに、なぜかね家族とかには商品売れない人がいるというところがあります。いや家族に売れずにね、少なくとも家族に自分の商品を紹介できずに、もう一体誰にどうやって売ろうかと思ってるのかなと、全く赤の他人に売りたいのかなっていうことですよね。これがね実はね私がそのネットビジネスを始めた時に最も最初に課せられた課題だったですね。なかなかいい課題を出してくれたなと当時思ったもんですけどね、未だにその言葉が胸に響いてるかなと思います。ということでね、まとめるわけではないんですけども、友情って何やと、友情ってお金で買えるのかって話です。友情はお金で買えます。逆にお金を払わない友情、それを構築するのはかなり高いレベルで難しいですね。というのが、小学校の友達続いてますか、中学校の友達続いてますか、去年会った友人といる人は誰がいますか、1年以上会わない人が友人ですか、いろんなね投げかけがありますけども、やっぱりね誰のために優先度を上げて金を使ってるか、いやいやお前には金払えないけど俺はこっちで金払ってるからねっていうのが友情なんでしょうかってことですよね。しかも商品ってのが毎日出てるわけじゃないとで生涯に1個しか商品作ってないのにそれすら買わないで友達ですとかね言うわけですよ。そういう人もいるってことですよね。そういう人と、私は少なくとも友人と言えなくもないけども、もし、最新のノウハウなり儲け話なりいいことがあるとしたら、その人は後回しですね。熟成、身内から家族からですね。私の考え方では速稼塾の熟成さんっていうのは家族のように付き合っていきたいなと。私が親父でね、で第一期生がお兄ちゃんお姉ちゃんで、であとはもう結果が出る人出ない人いろいろいるんですけども、でもそういう人たちが助け合ってやっていく、本当に兄弟愛かなと。もう速稼塾入ってるの、入ってるんだみたいな感じでね、どんどん広がっていくといいなと思いますしね。でやっぱり速稼塾入ってきたは、いや入った方がいいよって勧めてくれると思うし、入ってもどうってことないよっていう人はもしかしたら自分が投資もないのかもしれないですね。それは速稼塾入っても結果が出ない人は、速稼塾入ったけど何もなかったって言いますよね。でも速稼塾入ってちゃんと自分の結果が出せる人は、他のまだ入ってない人に対しても、いや速稼塾入ってねこんなになっちゃったっていうふうにね誇らしく語ると思います。ということで塾生さん、皆さん本当自分の結果は他の誰かの希望にもなりますので、結果を大事にしてください。少なくともビジネスで一山当てたいという目標があるんだったら、その目標を叶えるのが結果ですよ。昨日よりも売り上げが上がらなくてどうするんですか、今日売れなくてどうするんですか、何をしに明日に向かうんですか。ビジネスをするということは
お金を稼いでなんぼですよ。お金を稼ぐということ。お金を払った人にそれ以上のお返し、10倍返し、100倍返しをしてなんぼですよ。それができていないと売上の継続にはならないし、そもそも誰にも気づいてもらえないということになります。ということで、ね、最後はね、厳しい言葉で締めさせてもらいました。いつもの朝礼みたいなね、掛け声になりましたけども、胸に刻んだでしょうか。ビジネスと友情との関係について、花屋沼さんに一言いただければ幸いでございます。いってらっしゃい。